さあ、ということで今回もやってまいりましょう。どうもラルクございます。ということで今回もスマホ版にゃんこ大戦争ホワガの方でやっていくわけなんですけれども、本日から始まりましたね、熱血にゃんこ大運動会ということで、ミッションが追加されたなっていうね、表示の方が映ってるかななんて思うんですけれども、今回はこちらのイベントの方をやっていくわけなんですけども、今回はね、ガチャの方を回そうかなと思います。レアガチャでございます。はい。そういえば素朴な疑問なんですけど、そういえばこのキャラね、ゲットしてからこのガチャ回してなかったんですけど、これ再び回したらプラス行きになるのかな？それとももらえないのかな？さすがにもらえるとは思うんですけどもね。もしもらえるんであればちょっとプラス上げしたいんで、11連だけなんですけども、ちょっと今回はね、レアガチャの方をちょっとやっていこうかなと思います。残った時間に関しては適当になんかまた出雲通りね、イベントステージかなんかやっていこうかなと思いますので、じゃあもう回していきましょうかね。よし、じゃあ行きまーす。はい。リキよりクニオくんかな。このキャラの方がね、だいぶ出番が多いからね。なので、ちなみにこの11連の中のキャラクターは特に狙いっていう狙いもないから、別に何でもいいや。クニオくんさえ手に入ってくれればいいんじゃないのかな。多分、プラス、てか、もらえるよね。多分、もらえると思うんですけどもね。その辺そういえばね、検証したことなかったから、あれ、どうだったっけなと思ってね。ちょっと今回は、試みてみましたけれども。やばい、これ、本当に何も出てこないぞ、これ。これ、そんな気がするな。ほら、これは何もなく、ちょっと待ってよ。別赤でも回した時に何も出なかったし、ちょっと そこだけ恐ろやめてくれよ、ちょっと。もう終わるんじゃない？まだですね。ないか、さすがに。これ、確定の時に回した方が良かったかな。いっか。ということで、そろそろ終わるんじゃないですか？来た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 。普通に爆死したんだけど。いいや。ということで、貯蔵庫に送られましたということで、じゃあこれプラス上がりますね。じゃあこれめっちゃ回せばあれじゃないの？相当クニオくんのプラス上げできるんじゃないの？だって11連回せば確定に手に入るからね。そんな財力ないから無理なんですけど、代わりに誰かやってください。ということで、プラス、おー、そうか、待って。以前のビックリマンコラボのイベントガチャのね、キャラの残党がめっちゃいるんだけど、ちょっと待って、クニオくんを探せ。いた。じゃあちょっと使っていきましょうか。さあ、ということで、やっぱりプラス上がりますね。おー、いいね。半額だからね。半額だから回したんですけどもね。さすがにちょっとこれ以上はプラス上げちょっとできないんで、ちょっとこれで終わりにしたいと思いますけどもね。疑問が解消されたんでよかったのかなと思います。よし、じゃあこっからどうしようかな。ちょっと待って。悪ゲリラ来てるのか。ちょっとこれだけやろうか。ちょっと経験値がね、ちょっと欲しいんで、先にってか、待って、統率力ないんだけど。ちょ、回復しなきゃじゃん。じゃあどうしようかな。編成は、なるほど。前回クリア時これなんだね。せっかくだから、ちょっとどうしようかな。ちょっと最近進化させたキャラクター使おうか。はい、こちら、クリスでございます。前田クリス使っていきましょうか。どうしようかな。じゃあ、スーパーカーでいっか。よし。じゃあ、とりあえずこれで、やってみようかなと思います。回復して、オカメを使って。よーし。さあ、ということで、早速やっていきましょう。で、どうしようかな。このステージ終わったら、運動会ステージやろうかな。でも確かさ、どれかさ、一つめちゃくちゃ長いステージあった気がするんだよね。全8ぐらい。なので、ちょっとどうしようかな。待って、とりあえず一旦、サトル君出しておこうか。いいや。ステージ数が、少ないステージがあったらやろうかなと思います。長いステージに関しては、もうさすがにちょっと、尺的にちょっとね、体力的にきついんでやめときますけども。はい、よし。OK。あとは、適当に、そうだな、次何出そうかな。クロイズでいいかな。クロイズ出せばいいかなとは思うんですけども、お財布がなかなかたまらないっていう。中井が来ましたね。でもこのステージはそんなにきつくなかった気がするんで、サクッと終わるんじゃないのかな。よし。OK。あとはもうスピードアップをオンにして、とりあえずやっていきましょうか。あとはもう黒ポノを出せば完璧なんで、それのちょっとお財布が溜まってほしいところ。そろそろいけるね。よし。OK。もうこれもうニャンピュ使いてえな。今更だけど、めちゃくちゃニャンピュ使いたいよ。
ということで、そういえばあれだね、フーニャンゴ島と異界に関してももう終わったんだよね。昨日滑り込みでね、もうなんかもう徹夜しながらね、もうやってなかったんで頑張ってやりましたけれどもね。いやあれ普通にね、もうギリギリまで忘れてたんで、まあ何とかレアチケット拾えてよかったよ。あれ結構でかいからね。まあその辺に関してはね、もう本当はもっとゆっくり早めにやりたかったんですけどもね、あのいつものあの夏休みの宿題癖みたいになってね、ギリギリになってね、あのやるっていうね、あの最悪だったんですけど、まあいいや、ということで終わりましたね。よし、あー経験値2倍タップしたいけど、いいや、やめときましょう。よし、じゃあとりあえずあとはですね、適当にですね運動会ステージやっていきましょうか。これが前後でしょ、で下に関しては、あ、これか、投げろ、これやめとこう。じゃあ障害物競争やっていこうかなと思います。でこれ多分前回クリア時あるんじゃないのかな、どうなんだろうね。あー、何これ、どういうことこれ、なんで基本キャラクターなの、なんかミッションあったのかな、分からんけれども、ちょっと謎すぎるわ。まあいいや、じゃあちょっとご利用し編成を探そうか。あー、これでいいか。これでなんとかなるんじゃないのかなと思うんで、じゃあとりあえず行きましょう。さっきの何、あの編成って何だったんだろうな。すぐ終わった、はい、ということで、何だったんだろうね、めちゃくちゃ気になるんだけど、なんかあったのかな。駆け抜けましょう。なんかこれあっという間に終わりそうだな。あー、来た、このワンコ法ね。あー、懐かしい、こんな感じだったね。そうだそうだそうだ。もうなんか雪だるまじゃなくて、なんつうの、この雪の玉々いっぱいね出てきたりとか、ウエハースとか懐かしいな。さあ、このねウエハースがめんどくせえんだよな。ほらこいつの、もう、これだよ。なかなかね妨害がだるいからね。よし、ここまでいけば問題ないですね。よーし、さあまだまだ行きましょう、乗り越えましょう。あと確かあれじゃないのかな、チョコのワンコ出てこなかったっけ。それはまだあれ先の話だっけ。それともそもそも出てこないかな。でもあいつ厄介だから別に出てこなくてもいいんだけどね。あっという間に終わりましたね。よし、オッケー、経験値欲しいな。迷ったでしょ。いやでもクニオくんな、ちょっとプラスマックスまでやってみたいな。いくらかかるんだろうね。ちょっとやってみたいけれども、いやでもちょっとしんどいわ。あー、やっぱりいたわチョコワンコ。まあ、ちょっとあの誰か代わりにやっていただければなと思います。もう相当ねあれじゃないの、本当に石油王じゃないとちょっとできないよね。はい、ということで、よし、あれこれラストじゃない、よく頑張ったでしょ。なんかこれラストっぽい気がしますけれども、あー来たよ、もうこれはもう数が多いんだよ。もうこれは一旦サンドバッグになって、でこのウエハースを乗り越えなければ多分ね、あのまだ出てくるな。ちょっともうやめろこのわらわら方、ちょっと勘弁してくれ。でもう大丈夫かな、これはもうご利用しで言っておきたい。最後の報酬はどうだったんだろう、これレアチケットとかもらえるのかな。もらえるんだったらすごいありがたいんですけどもね。さあどうでしょうか、トレジャーレーダースピードアップに、あー、やっぱりレアチケット、ありがとうございます。よし、 OK、 終わりました。なんかあっという間に終わっちゃったな。そんでもってこれも難易度別あるんですけども、でも3がマックスなんだね。え、じゃああの基本キャラクターの謎の編成一体何だったんだろうね。おい、わからんな。まあいいや、ということで、じゃあ今回はこれぐらいにしようかなと思います。あ、ちょっと待ってよ、ミッション確認しようか。なんかミッション来てたりするのかな。ああ熱血が10回クリアしようと、あとは、30回、50回でしょ？あー、これか！基本キャラ9体のみ編成して1回クリアしよう。だからだったのか。なるほどね、解決したわ。そういうこと。やっぱりミッション絡みだったんだね。まあ、あとはね、あの、二人三脚に関しては2体のみだったりとか、あー、なんかこんなあった気がするわ。で、全部クリアすると、リアチケットがもらえるということで。まあ、そんな感じでございますね。まあこれはまた後でやっていければなとは思いますけどもね。あ、そうだ、ちょっとにゃんこガチャ軽く回そうかな。あ、ちょっと回します。はい、ちょっとね、回せる時に少しずつちょっとね消化させようと思ってたんでね。まあさすがに全部はちょっと体力的にちょっときついんで、まあ50連ぐらいちょっと軽く回して、終わりにしようかなと思います。あとそうだ、貯蔵庫にね、残ったキャラクターが結構いたんで、そのキャラをとりあえず全部、NP に、変えようかなと思います。そして今回は、終わりにしようかなと思います。まあそんな感じでございますね。あとはなんだっけ、クニオくんじゃなくて、あれはヒロシ、あれヒル、あれなんだったっけ、んあれ、ちょっと待てよ、やべえ、キャラ名忘れた、なんだっけ、あれクニオくんともう一体、あれ、ヒロシじゃなくて、もう一体、なんだっけ、まあ、あいつのプラス上げは別にいいか、させなくてね、まあ、とりあえず今回半額だったんで、まあね、プラス上げしたということで、まあ、そんな感じでございました。
で、またね、引き続き、レジェンドゼロだったりとか、新レジェンドの方ですね。まあ、このアカウントの方でやっていければなと思いますけどもね。あと、そうだ、第4形態だ。あれもちょっとやらなくちゃいけないんで、まあ、それも近々やろうかなと思います。もういいや、もうこれぐらいしましょう。で、青玉に関しては、とりあえず、レアチケットに変えまして、おー、5枚獲得。これはでかいね。で、あとは全部 NB 機でございます。はい。ということで、今回はこれくらいしたいと思います。おー、だいぶ経験値も溜まってきましたね。また近いうちね、消化させていこうかなと思います。ということで、今回はこれくらいしたいと思います。また次回動画でお会いしましょう。さらばだ。